はい、皆さんこんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。はい、最近ネットワーク、登録されたばっかりの方との、その方を交えて、ご主人さんもまずちょっと離れてたので、うん、ズームでこうお話をする機会があったんですよね。はい、でそれで、あ、ネットワークビジネスってやっぱりまだまだ正しく理解されてないというか、うん、そういうケースがあったなってありましたね。うん、そうですね。で、ここからは私が話すんですけど、多くの人が、勘違いしているネットワークビジネスっていうふうに感じたんですよね。だから、マルチ MLM、マルチレベルマーケティングっていう言い方とかするんですけども、この知ってる人はこの言葉をネットワークビジネスやそのMLM って聞いただけでもう嫌っていう人たちがいるんですけども、私は逆に最初逆でした。というか何にも知らなくて、それって何っていう方から入った側だったんで、うん、全然抵抗がなかったんですけども、やはり知っている。でこの何を知っているかが結構重要で、多くの人がこれが何だか良い印象でないことの体験をした方が、うん、多いっていうことなんですね。で今日話したいのが、一言で言うとドテラのこのネットワークビジネスと他のネットワークビジネスっていうのは、ネットワークビジネスっていう言葉を同じように使ってるんですけど、もう簡単に言うと全く違うものだっていうふうに言えると思います。もうで先ほどの知人の方に説明した時にそうなんですけど、もう私がこのドテラのネットワークビジネスはこういう内容ですよって伝えると、えって私が体験したのと全然違う印象を持ちましたってもう一言で言ってくれました。もうこっちの何も説明して嬉しかったんですよね。で、ある程度でも知ってたんだよね、ネットワークビジネスは、いろいろ製品も他の製品使ってたりとかしたこともあるし、誘われて説明会にも行ったことがある。そうだね、ちょっとびっくりした説明会だったらしいんですけど、やっぱり体験されていて、あ、これがネットワークビジネスのやり方なんだっていうふうにして印象があったようなんです。前の何十年前の話って体験したことって言ってたんですけど、でもドテラのビジネスってで言ってるここの、ネットワークビジネスは何かっていうと、私このビジネスっていう言葉に特に日本人が勘違いしやすい言葉なので、ビジネスっていう言葉はあまり使いたくない。今ここでは説明のために出してますけど、お仕事っていうふうにして考えて受け取ってもらえれば一番わかりやすいです。でお仕事っていう漢字は、仕事って使える、人に使えるっていう漢字 で使えることって書いて仕事なんですね。人のために何かをやることが仕事。人の役に立つこと。役に立つこと。提供すること。そう。それで受け取ってもらわないと、そう、何かビジネスって人に、例えばね、どてだったり製品があるところだったら、製品をなんか押し売りしてるみたいな。別の動画でもやりましたけど、買ってほしいとか、なんかお願いしているようなもの。なイメージを持たれてる方とか多分多くいらっしゃると思うんですけど、実は違っていて、私が説明した時にどのように説明したかっていうと、もう私が製品が欲しい、欲しかった時に一番分かりやすいのが妻だったんですよね。妻が製品を使っているのを見て、あ、使っているのを見て僕が欲しかったんです。なんか美味しそうなの飲んでるとか、ミネラルとか、なんか変わった面白そうなオイルが、いい香りがするぞって思って、あ、これ自分も使ってみたいと思って、妻にこれいいよって言ってね、いろいろ製品を使ってみたんです。それと同じように、別にここに押し売られたとか、いいよって相手から言われたわけじゃないんですよね。一切僕が見て、使っている姿を見ていいなって感じたんだっていうところなんです。今何が言いたいかというと、最初に言ったように、もう感じてる方は分かると思うんですけど、押し売りじゃないんですね。お願いもされていない、っていうことが、ネットワークビジネスのこのドテラのって言ったらいいと思うんですけど、いいところはこの人が使っていて、なんか良さそう、なんか最近なんか変化してるの、いい感じで変化してるなっていうのを、やっぱり一番使っている、自分が使ってね、それを感じて周りの方から声がかけてくるんですよね。それが今私がおすすめするというか、本来この形じゃないか、本来のネットワークビジネスっていう
のは自分で体験をして、それを周りの人が見ていて、周りの人が感じて声をかけてくるっていうのがかけてきますよっていうふうにも説明して、でそうなれるように私自身も日頃から本当にもう毎日ペパーミント大好きなんで水筒に入れて、もう今暑いですからもうクールに過ごしてるんですけれども、そんな感じで多くの人がネットワークビジネスをちょっと勘違いしている部分があるので、何かを教えるとかお願いするとかっていうことではなくて、いっぱいいい意味でこういう情報を提供することはいいんですけれども、その活動するときに自分自身の中でも売らなきゃいけないとか、お願いしなきゃいけないっていうような働きではないですよっていうことをちょっと言いたかったんですね。なんかその方がおっしゃってた、私なんかズームで超緊張してガチガチになりながら話したんですよね。まず私がどうしてドテラを伝えたいかとか、どういうことをすごく念頭に置いて活動していますとかっていうのを、とか人々のサポートをしてますっていう話をしてて、でその方ちょっとだけ調子が悪かったみたいで、すごい無言だでちょっと緊張するなとか思いながら話してたんですけど、で最後ら辺は後で聞いた話、奥さんから聞いた話、最後ら辺は頭がすっごいすっきりしたみたいなことをおっしゃってて、でその方がおっしゃってくださったのは、このネットワークっていうこの仕事の形態は分かると。でだけどその人によって、伝える人によって違うんだねっていう話をその時もしてくださったんですけど、そういうふうに言ってくださったことがすごく良かったなって思って、私私たちが話したことでまた同じかとか、そういうふうに思われていたらどうしようって思った部分もあったんですけど、分かってるよとか、その男性って結構聞いたことがあったりとかすると、また同じ話かなとかって思うこともあるかもしれないんですけど、その方はすごく謙虚な方で、男性で仕事もバリバリされていて、自営業されてて、一家の大黒柱としていろいろやってて、で男性ってやっぱり自分で仕事を自分がやりたいと思って選ぶタイプなので、特にそういう女性から言われて簡単に仕事を変えたりとか、そういうふうなあんまりないかもしれないんですけれども、でも私たちがこうたじたじ緊張しながらも、誠実にというか説明させていただいた時に理解してくださって、奥さんがドテラを使って、そして人にシェアしていくことを楽しんで、やってほしいなってこう言ってくださったみたいで、サポートしてくださるそういう旦那さんがいるってことはすごくありがたいなって思いましたね。はい、本当にネットワークビジネスって製品があって、本当に製品がいいの、どんなネットワークビジネスもそうなんですけど、基本的に製品がいいからそれを伝えたいっていうのの、それの働き方、製品の伝え方の形態が今そのネットワークっていう形態なだけなので、あとは本当に言うように、本当にその人がちゃんと知識やこの愛情を持ってそれを伝えようとしているのか、いや人によってこの差があるので、ちょっと押し売りのような形とかお願いしがち、これを中心にやってしまう働き方をしてしまっている方もいるので、そうじゃない、相手を中心に相手に必要な情報を提供する、でも相手にこっちが必要って分かっていても相手が求めていなかったら押し売りになってしまう、そうですね、なので働き方がちゃんとできている人から話を聞くといいなと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。皆さんの役に立ちたいと思っています。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。